こんばんは、平井博明です。今回はですね、〇〇すると当たらなくなりますよっていうシリーズ新たに作りまして、それをやっていきたいと思います。第1回目ですね、バックスイングで〇〇すると当たらなくなりますっていうのをやります。それはですね、体を回すとってことなんです。平井博明のワンナップゴルフ。あるあるだ。めっちゃあるある。めっちゃあるんだ。うん、インサイドアウトすぎてダフリシャンクトップ、ヘアウェイウッドが当たらないっていうお悩みの人はほぼほぼ当てはまると思うよ。回しすぎなんだ。回しすぎプラスバックスイングを回さなきゃいけないからって言ってバックスイングがインサイドに入っちゃって、アプローチがざっくりトップも出るし、バンカーがホームランが出やすいね。これはね、めっちゃくちゃあるある。それちょっと詳しくやりましょうか。ゴルフの基本は何でしたっけ？アウトサイドイン。そうです。そうなので、バックスイングって基本的にはまっすぐ上げるって言いますよね。まっすぐ上がったら上がったで、これはこれでいいんですよ。僕が言ってるのはヘッド1個分インサイドのこうやってバックスイングを回さなきゃいけないって言って、こっちにこうやって回しちゃう。そうするとトップの位置の理想はここなのに、ここに来ちゃう。こうするとこれはね、クラブが寝るポイントになります。要はトップが低い、ここから振ったらこういう動きに なりやすいんですね。なのでトップの位置っていうのはまっすぐ引いたそのまんま作った位置、この位置、グリップエンドと両肘の三角形から右肩が見えるところ、これ前も動画で言いましたね。この位置になるべく決めていただいた方がいいです。これでインサイドにこうやって体を回しすぎて引いちゃうと、まずバックスイングがちっちゃくなる、かかとに重心がかかる、戻らなくなる、いろいろ出てくるんですよ。インパクトラインがアドレスの時まっすぐここにありますよね。これがバックスイングで回しすぎると90度右向いちゃうんですよ。そのまんま、じゃあこっからインパクトまで多分皆さんフル加速だと思うんですよ。そうするとこのまんまの位置にこうやって移動するんですよ、インパクト。したらインパクトライン右向いたまま打つじゃないですか、戻さなくて。こうなってくるともうダフリやらトップやらほとんどが出るんですよ。なんで必ずインサイドに上げたとしてもいいですが、インパクトラインを必ず戻す作業が必要になるんです。じゃあなんだかんだそのインサイドやら回しすぎやらって言ってますけど、じゃあどれぐらいがいいんですかっていうのがあると思うので、基本的にはバックスイングの回す角度っていうのは45度、これぐらい、もうこれで十分です。これがこっち向いちゃったらもう回しすぎる。なんで45度なんで、ノーコックで腕でバックスイングでクラブ上げなかったらこれぐらい、斜め45度、45度で、こっからコックと腕でトップを作るだけだ。 この位置だからね、バックスイングでもちろん飛ばすわけじゃないんで、バックスイングで親の敵やってる人もいるんですよ。うわっって、だからああいうのは良くない。いや、いるよ、全然いる。え、いない？いないか、いないか、そっか。そう、だからバックスイングは試しに自分の45度を意識してみること。なんでここだとします、45度、したらその向きまで回転だけ、上半身の回転だけにしてみてください。でこっから45度になったら一旦止まって、体の回転を使わないで縦のコックと腕の上げ、これでトップを作る。そうすると回しすぎなトップにならない。要はトップでクロスする方とかにもすごいおすすめです。うん、なんでこのバックスイングの回転度合いっていうのは実践していただきたいポイントになります。大体やってみると意外とこんぐらいしか回さないんだって感じになる。そう、絶対物足んない。物足んない、もっと回したいってなっちゃう。なっちゃうで、そうなってくるともちろんインサイド入っちゃうから良くない。そう、物足りないと思うんですよ。回し足りない、売ってる感がない。そう、やってる感がないから、したらその分をフォロースルーでいくらでも補ってもらいたいんですよ。こっちだったら本当に3周ぐらいしちゃってもいい、フィニッシュだったら。そう、ここから45度回ったぐらいからこっちにこうやってすごく使う分にはいくら使ってもいいんで、
大体その回転できる度合いってゼロからしたら大体決まってるのよ。180度だとしたらバックスイングでこうやって度合い取っちゃうとフォローがないじゃない、こっち行けないのよ。だからこっちを浅くしてこっちを深くする、その180度を左に使ってあげることが大事。これをねこっちだけ取っちゃうともうこっち使えないからもう行けないのよ。だから詰まって右出たり、もちろんシャンクしたりクラブが遅れたりいろいろ出る。だから開放を絶対的に使ってあげないといけないから、浅く広く使ってあげる、それはもうゴルフのスイングの本当基本でもね。バックスイングってスピードがまだ加速してる状態だから操作ができるからやってる感はあるのよ、回せば。だけどナイスショットにはつながらないから、あんまり回しすぎっていうのは良くない、うん、じゃあフォロー側に使ってあげるとよく言う回転速度ってなくなる、ちゃんと回るから。そう、ちゃんとターゲットに対して面が90度向けるから、うん、これ大事。もう本当にこれぐらいのこれぐらい、そうやりすぎた方がいい。こっちでやりすぎで取られる減点はないから、うん、こっちはいっぱい減点ある。そうだからここ向いてて、ここでもう回転本当終わり、45度、これ90度じゃない、半分45度で、こっから回転しないでコックと腕だけでトップ作る。そうだから捻転差とかってよく言うじゃない、捻転差って回らなければ捻転差が強いの。そう要はもう回ってたらこっちも回るから、要は捻転差がなくなるんだよね。あ、なるほどね。そうだからちょっとでも捻転差ってあるんだよ、その程よいちょうど自分のスピードが制御できる捻転差を使わなきゃいけないから、要は回せば回すほど捻転差ができて飛ぶって思ってる方もいるから、 それも全然違うから、うん、制御できないスピードはもう要は曲がりにつながっちゃうから。そうだからバックスイングのその回す度合いっていうのは本当ちょっとでいい、うん、下半身が使ってないから回せちゃうっていうのは、それもある、それもある。要は体重のかけ方、右足のバックスイングで右足のかかとにかかったら無限だから。ああ、そうか。そう、膝が伸びたりね。そうアドレスの右足全てはもうアドレスから動かない状態をなるべく目指してもらいたい。そうするとストッパーかかる。そうしたらもう右の太ももの後ろにパワーがたまるから、それをこっちにいくらでも解放できるわけ。そうだけどここがこうやって引けてると張りがないから止まるとこがないの。だからクロスする、結局張りがないから蹴れないじゃない、そうすると飛ばない、飛ばないからどんどん回すでしょ。そうだからどんどん悪くなっちゃう。だから本当にバックスイングって本当ちょっとでいいの、こっちにこうやって頑張る、こっちに左に、本当に左に頑張った方がいい。あれでちゃんと打っていい？うん。めっちゃくちゃ大げさな左行ったの今。それでもまっすぐでしょ。そう。あれはちゃんと1球目のふざけるのと違って頭もちゃんと綺麗に自分の度合いで回転してるの。だああいう風に左をこうやってどんどん広くしても害はないから、自分のそのタイミングで打ててれば何の問題もない。行かないようにする方が当たるようになる。全然ミート率上がるから、うん、注意点言っていい？注意点は今現時点バックスイング深い方が、じゃあ浅くしたらいいんでしょって言って浅くするじゃない、したら最初当たんないから、時間が違うから。ああ、そっか。そう、それはしょうがないの。うん、それはちょっと我慢してもらって、多分深い人が浅くなったらこれが出るから、打ち急ぐ形になっちゃう。そう、でもそれはスピードが速いだけなの。まずそれを整えなきゃいけないの。浅く大きくで、ああやって左行くじゃない、浅く大きく、ああやって左行ったら今チャンスゾーンなの。そうしたらちょっと体の回転だったりそのクラブのスピードをちょっとずつ上げる、こうやって。まだちょっと左行ってるじゃない、ってことはもうほぼほぼ体の回転をフルスイングの回転に戻してあげる。
打ち手が悪いなそうで、ああいう風に回転を戻してあげると結局その右にはいかなくなる。そうだから今までが 1,2,3,4,5,6 で打ってたのが 1,2,3 になるから、もちろん短くなる。そう、その分クラブがクッと早く遅れやすくなりやすいんだよね最初は。それはもうしょうがないから、もう右って逆に浅くなってるんで正解だよぐらいでいいの。そうで、その調整をまた行った方がいい。後々のことを考えなきゃいけないから、今すぐ当たるね理論じゃないからさ。だから多少練習してタイミングを取ってあげた方がいい。それはもうショートアイアンからやった方がいいかもしれないね。ドライバーからやる必要ないから。これはね、ハーフショット以外のフルスイングは全部一緒。特にヘアウェイウッドが当たんないとか、長いものになればなるほど当たんなくなる方っていうのはほぼほぼバックスイングが深すぎる。インパクトに戻ることがすごい苦労してる、うん、だからインパクトゼロができない理由もある。あ、そう、そう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 。ちょっとしたそもそも論言っていい？グリップって右の方がこうやって下にあるじゃない。だからハンドファーストだったり溜めたら結局右のグリップと左のグリップがこうやって平行になるじゃない、うん、そしたらクラブは絶対戻んないでしょ、うん、そう、これちょっと頭に入れといてもらいたい、ね、あの当たり前すぎて何言ってんのって感じなんだけど、うん、そうだから結局ハンドファーストとか上から打ち込む時ってこうやってなるでしょ、平行になるじゃない、なるってことは戻らないよってことじゃない。戻らない、そういうことよね。こうしろ、こうなんなきゃいけないってことは、うん、右手の方がインパクトで下になってなきゃいけない。そうだ、ね、そう、それをやったらあんまり関係なくなっちゃうそう、それはね、その全ての理論に対してちょっと取り入れてもらいたいポイント。そうだから、こうやって当てなきゃいけないとか、ハンドファーストでね、あとは上から打ち込んだりとか、クラブをこう溜めてとかってなると戻せるリスクは大きくなるから、それは注意ポイント。うん、そうだから今はちょっとバックスイングと違う話になっちゃったけど、でも全てに対してクラブを戻す作業っていうのは必要だし、それはちょっとポイントとして覚えておいてもらいたいことだね。あれなんでくっついてるから分かんなくなっちゃったね、うん、そうそう、これこれだったらどこでもいいのよそうだよ、ね、そうだけどこう握るじゃない、ずらしてちょっとずれるでしょ、うん、そうだから平行になったらクラブも戻らない、うん、そうだから絶対右手が下になってる、うん、これはもうスイング中には意識してもらいたいポイントだね。ということで今回はですね、新たに丸々すると当たらなくなっちゃいますよっていうネタをですね、これからちょっとシリーズ化していきたいと思いますので、まず最初はですね、バックスイングで体を回しすぎると当たらなくなっちゃうよっていうネタをちょっとやっていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。